こんにちは、ポピュラーです。外の色なんか不思議な感じだね。夜と夕方の間って感じ。前回こちらに商店を建てました。パチ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 、いい感じいい感じ。ここは荷物置き場になってましたが、この商店の影響で潰れましたで、さらに、マイルでいろんなものを交換したりしてました。そしてお花もなぜか咲いていたっていうお話です。今の荷物余裕あるね。まず1個ずつ見ていこう。あ、まだやっぱり届いてないんだ。あのラグのお金のやつ欲しかったんだけど、今日は届かないみたい。まず任天堂から。この度はアップデートへのご協力ありました。更新データを受け取ってくださったお礼にプレゼントお送りします。はいはーい。お願いします。夢見。誰やねん。ひとときの夢に癒されてみませんか。島の暮らしの日常を離れて、たまには気分転換に素敵な夢はいかがかしら。お家のベッドでお休みいただければ、あなたがお望みの夢をご利用させていただきますわ。まるで、あつ森の開発の人に対して、挑発売ってんのかって。島の暮らしの日常を離れてって、根本的にコンセプトをさ、全否定してんじゃねえかよ。この夢におっかねえな。なんだ、反射か。あかんわ。これは、捨てた方がいいよね。捨てとこ。捨てるってどうやったんだ。捨てる。いや、あかんわ、あかんわ。迷惑メールにも程があるわ。はは。ポプラへ。本を読み、リンゴ頬張り、一眠り、ながら満喫、欲張りの秋。ものづくりも楽しむ。母より。あ、そう。誰やねん。ポケットにしまう。パプキン？ハルミンか。未来のしもべたち。あ？誰しもべつってんだ。10月31日のハロウィンに君たちに会いに行くかも。私の肖像画を送るからしっかり目に焼き付けておくからよ。私への貢ぎ物として、アメちゃんたくさん集めておくように。何様やねん。私に対して失礼だわ。捨てるか。挑発売られたらたまったものだ。プーラ様、この度マイル交換アイテムに肌や目の色を軽くできるボディカラーペイントとカラーコンタクトレンズを追加いたしました。仮想パーティーや特殊メイクなどにぜひご利用ください。そんなのあんだ。あったっけ。そうなんだ。いいな、カラコンしたい。ってこと置いといて、いろいろもらっちゃったね。あとこれから夢見のベッド、どんな感じ。うわやばい、反射じゃん。やば、ちょっとあかんわ、なんでもないですね。母のポットカバー、何ゴミを送りつけてんの。マジ迷惑やめて、そういうの。あとなんだ。パンプキングの肖像画。あれあれあれ、なんで落ちた。あれこれ肖像画、あれ、え、肖像画今嘘、ピューロだったね今。あ、ダメだ、肖像画置けないんだ。なんでだ、わからん。リングん、リングコン、なんこれ、あいて。何してんの。リングフィットアドベンチャーの。なるほど。どう立たせてんのこれ。だけど、スコップでガツンやっちゃったのよう倒れなかったな。どういうことやねん、これ。面白いわ、ここ置いとこう。普段置いといて、これもいいか。大変ね。捕まえたっけ、ゴキブリいんじゃん。捕まえてみよう。よし。これは、あ、コオロギか、ゴキブリに見えるわ。あ、スズムシは持ってんのね。スズムシはまあいいや、住人にあげよう。どう捕まえてた、何捕まえたか捕まえてたか分かんないわ。少量バッターを持ってるぜ。あ、持ってないのだから。お、ナディアチューン。よっ、どっかで出かける途中？
おしゃべりしましょう。そうそう、あんたには言っとかないと、うち死に人生活を卒業したんだ。いやもう1ヶ月以上前からそうじゃなかった。今さらだよ、報告が1ヶ月遅いわ。うん、そうだよね、そうだよね、落ちる方がどう考えてもいいんだよ。1ヶ月も後に報告するの、あいくら事後報告としても遅すぎるよ。報告言わねえよ、それはもう。あ、置いてくれてんじゃん、かわいい。グラフィックも素晴らしいね、これ。へえ、マジで濃いじゃん。へえ、すごいね。美味しそうだね。ぷくぷくや。こんにちは。こんばんは。こんにちは。この時間に家の中で筋トレするのもいいもんだぞ。まさまさ。この空間で筋トレはできなさそうな気がするけど。そんなに見るなよ、ポップラ。ちょっとシンプルな格好だと、おいらの筋肉目立つからさ。違うよ、顔をね、見てるの。顔を、アイラインとか、可愛いなって。その鼻ピアスできそうな鼻とかさ。くちばしが微妙に開いてたりさ。その、ちょっと、左右に揺れてたりさ。ちょっと可愛いなって。取り臭そうって。何言うとんじゃ。ただ、より磨きのかかったオイラの服の服の上から触ってもいいぞ。いや、もう触る、触りまくるわ。もう、ベッタベタになるぐらい触りまくりたいよ。大好きだよ。大好き。もっとじゃあ、あげろ。マスター、まさまさ。これもらって。もう、オイラにプレゼント、まさまさ。あのね、これ、好きでしょ？鳥って虫食うじゃん。あ！うずむしじゃんか。サンキューって愛しにするよ。こいつの動きから新しいヒット。ヒットと当たるヒント。どうしたら生まれるんでしょうかね。なんだ、羽から新しい音楽でも作る気か。羽をバサバサしたらなんか、ピー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 になるのか。まあ、やっぱしょうがないからキッチンスキルの前にあるよ。ああ、ありがとう。どういうことなんでしょう。必殺技なんて無理やろ。いやあ、かわいい。花子に会うと毎回交感神経がビンビンになりますね。ってことを置いといて、あと何すればいいんだっけ。なんかお気にリング。あ、びっくりした。身震いした。え、何じゃこれ。え、あ、登録。あ、あー、じゃあ例えばキー揺らしてうわーってなった時に、あ、違う、間違えた。今だと蜂に刺されちゃうんだよ。そういうことじゃなくて、もう一回ちょっと練習しよう。蜂に刺されそうになった時、あ、また出てきた。いやーってすぐポーンってやって、ポーンってやって、消えた。あ、あーってなってる。消えちゃダメやろ。もう一回やり直し。そういうことだよね。すぐに出せなきゃいけない？これ、ちょっと遅くない？もうちょっと早くないと間に合わん。練習。起きなーい。あ、そうだ、キロエダーもしてるんだっけ。落ちてこないね。こういう時に落ちてこないとさ、動画映えしないんだよ、ハチさん。ダメね。素人に。コインの方が、有能じゃないか。出てこいよ、ほら。怖がりか？ビビってんのか？動画に出ることがそんなに恥ずかしいか？またコインだ。ビビっちゃってる酒なのね。出てこないね、本当に。少し煽ったら出てくるのかなぁなんて思ったけど、しかし夏しか出ないとこなんだな、こっちね。ってこと、これもう出なかったらやめよう。なるほどね、お気に入りリングじゃあいろいろ登録しなきゃいけないね。ああ、星マークもついてた。これって、あれ、これも全部登録した感じか。よし、 OK。あ、でも今なんかスコップが2つぐらい登録されてたな。そんなスコップが、それ優先順位高くないぞ。どうしようか、お家久しぶりに入ってたのっと。家の中で焚き火してるわ。あぶね。何しよっかな、何しよっかな。微妙に手が空いちゃったから、ちょっとタヌキチに何かすべきことを教わろうか。どうも、どうもどうも。ポプリラさん、どうもどうも。何か僕に相談たらもう。うん。
何すればいいですか。そうだな、もうね、おとゆらさん、店の建築資材の件どうもありがとうございました。どうも、もうポピュラーさんにアドバイスするどころか、特に島作りのアドバイスを受けたいくらい言ったのも、ちょっと、そういうの困惑するね。あー、まあ、開始としては OK ですが、そういうの困るね。ってことは、もう普通のレシピ作れるんだっけ。うわ、めっちゃ追加されてる。へぇ、おの。あー、なるほどね、普通のおのってことね。これどう違うんだろう、石の斧と。え、しょぼいなこれ。これどう違うの、石の斧と斧って。バグどう違うんだかがわからない。あ、これが木を切る用か。あ、こっちじゃ切れないもんね。あ、木切りたかったんだよね。なるほど。でも資材的にはそんなに。あ、でもしょぼい網が必要なんだ。へえ、しょぼい系と鉄鉱石1個で。あ、1個でできるなら今すぐできるんじゃない。少しずつ暗くなってきてる。鉱石、あ、ねえわ。で、鉱石なかった。あ、あった、1個だけ。ちょっと1個だけ、ひとまず作ってみましょう。斧。あ、そっか。ひとまず、じゃあ、すぐ作れるスコップ。釣り竿もあるね。どれが優先度高いんだっけ？これか。おおい。よし、スコップができました。嬉しいね。じゃあ本日はちょっと内容が全然なかったんだけど、いらんものを埋めたぐらいなんだけど終わりましょう。次回はその普通シリーズを集めるためにいろいろ資材を集めたりしながら、何かできることがないか、あと商店ができてるんで商店に行ってみましょうか。では終わりましょう。ありがとうございました。